スマートテクノロジーは常に半導体チップの分野における革命とともに歩んできた。半導体の開発者たちは新しい素材やアイデア、デザインを探すのに必死だ。しかし、新しい半導体が生まれるにはその元となるウェーハを加工する技術が重要。半導体精密加工装置の最大手ディスコ、世界で生産されるシリコンウェーハの7割は彼らの機械で加工されている。私たちの挑戦が未来を変える。次々に開発される新しい半導体、それに伴いエンジニアたちも新しい加工技術を探し求める。トヨタカムリハイブリッド、パワー半導体が内蔵されたコントロールユニットがハイブリッドカーの心臓部。 SIC を使うことでパワーコントロールユニットを格段に小さくできる。こちらが従来使われていたシリコンという材料を使ったパワー半導体です。そしてこちらにありますのが今回開発を行っている SIC という材料を使ったパワー半導体です。まあ、見て分かっていただけますと思いますが、非常に小さな部品で同等の性能を出すということで、この性能の高さが分かっていただけるかと思います。 SIC はシリコンと比べて倍以上の硬さを持つ。ガラスに似て硬いが衝撃にはとても脆い材料だ。今までのブレードで切断するとあまりの硬さに破損してしまった SIC。 なんでこんだけやってるのに切れないんだろうって、自分はダメなんじゃないかと思うこともありますし、これが限界なのかなって思うことがあるんですけども、そういう時にですね、なんか出てくるんですよ。ポッと。ついにその攻略法を見つけた。超音波が効くということが分かりましたので、それをどれぐらいそのブレードを振動させるかと、あとはその水ですね、水を、どういう向きにどれぐらいの量をかけるのかというようなことも、やってみました。超音波を発する部品を後ろに装着したブレード、この超音波によりブレード自体がとても細かい振動で伸び縮みしながら SIC ウェーハを切る。この動きにより切る際の抵抗が少なくなり、SIC ウェーハにかかる負荷が減るのだ。 LED の存在はもはや照明としての機能にとどまらない。今世界中の研究者がこれまで想像もしなかった活用方法を探している。青色 LED の生みの親、天野宏教授、その功績により2014年ノーベル物理学賞を受賞した。ワンチップでたくさん電流を流す非常に輝度の高い光源もできるもんですから。天野教授は LED 技術の成長には開発と製造分野の連携が欠かせないという。わずか設立5年の企業エムレット、目指すゴールは解像度が高く電池寿命も長い超小型 LED ディスプレイ。しかしそこに到達するにはより効率的な LED が必要だ。 LED の素材からサファイア基板を剥がすことでしか解決できない。サファイア基板から LED 素材を剥がすためエンジニアが選んだのはレーザーリフトオフという方法。レーザーを基板と素材が接する面に当てる最新技術だ。もともとはサファイア基板の上に乗った状態だったんですけれども、サファイアを透過させてレーザーを当てることで、そうすることでサファイアをこのように隔離することができます。レーザーリフトオフのプロセスとディスコの加工技術の精度の高さは LED の構造を作るための鍵でした。この加工方法は5年前開発に成功したばかり。繊細なチューニングが求められる。小さくて薄いほどやっぱりレーザーの影響を受けやすくなりますので、
そこをどうチューニングしていくかっていうところがエンジニアとしては力の入れようがあるところなので、非常にチャレンジングであるというのも同時に感じたところです。レーザーリフトオフにより LED 素材は基板から剥がされ、世界一小さな LED を作るためのウェーハが可能になる。イギリスの医療機器開発メーカーマイクロビスク、最先端の医療機器の開発者は新しい血液凝固検査デバイスを開発中だ。計測するのは小さな半導体チップが入った細長いテスター。上にあるのは感知レバーと呼ばれるセンサー。一方が固定され、もう一方が血液によって動く。このシリコンウェーハー上に作られている繊細な構造の感知レバーが傷つかないようウェーハーを切ることが求められる。挑戦することになったのがディスコハイテックヨーロッパ。エンジニアが出した答えはレーザーを使って切る技術だ。全く水を使わないでいいというところ、ドライプロセスが可能であるというところと、何もウェハーには触らずに加工ができるというところがメリットになります。エンジニアたちはこのウェハーを切るためレーザーの調整を何度も繰り返し、結果にたどり着いた。成功した時はそうですね、心の中でよしっていう感じですかね。急速に進化し続ける半導体技術。しかし、その技術が生み出す未来はディスコのような企業が形にしない限り実現しない。我々エンジニア含めて全員やる気が逆に出ます。難しいほどやる気が出ます。